私にとっての J ワークアウトは力を与えてくれる場所です。J ワークアウトでは立位歩行の再獲得が目的となって、そのために、トレーニングをしているので、クライアント様が機能の回復を可能になった時は、もちろん嬉しいですけど、日常的な、生活面での変化とかがあることも同じくらいトレーナーにとってはやりがいです。例えばご自宅で今までリフターで移乗してたのが、ご自身で腕で体幹でとかで移乗ができたことだったりとか、Jワークアウト以外に外出することがなかったけども外出するようになったりとか、あとは家族と一緒にいらしてた方がお一人で Jワークアウトにいらっしゃるとか、そういった変化です。脊髄損傷となって、病院でもう歩けませんってやっぱ言われた方が多くて、やっぱそういうふうに言われると自分にできることが何かなというふうにやっぱ思って、こう自信とかも失ってしまうんですけど、 J ワークアウトで、ご本人ですとか、ご家族の方がいろいろな周りにいる脊髄損傷者を知って、でいろんな情報を得ることによって、なんか自分でもこういうことができるんだなとか、ああいうことだったらできるかもしれないっていうふうに思うきっかけができることが大きいと思います。特に同年代だったりとか同様の脊髄損傷のレベルの方とかだと思いも共有しやすいですし、自分もちょっと免許取ってみたいなとか、車の異常ちょっと自分あんまり得意じゃないんだけど、あの人はどうやってやってるのかなとか聞いたりとか見たりすることで、やり方だったりとかを探したりとか、そこに触れるまではやっぱりどうしても自分には無理だなとかってやっぱ思ってしまうことが多いので、そうではなくて、自分でもできるんだってやっぱ思っていただくっていうきっかけが J ワークアウトにはあるかなと思います。そうですね、逆にこれさえできればこれができるとかっていう風になってくると、そこをトレーニングの中で少し意識すると、その身体機能の向上が結果的に日常生活での変化にもつながっていくので、トレーナーはその立位歩行が最優先事項ではあるんですけど、そういったところも考えながらトレーニングを提供していくことによって、結果的に立位歩行の獲得にもつながっていきやすいかなと感じてます。そういった時間の中で他のクライアント様の影響だとか、私たちトレーナーからのサポートによって心理的な変化が現れて、新たな一歩を踏み出したりすることができるのも、長期的にトレーニングをしている J ワークアウトならではのことだと感じます。そしてそれらの先に社会復帰という大きなポイントがあります。怪我とか病気等で受傷されてから早期に社会復帰をする方もいますが、なかなかそれがうまくいかない方も多くいらっしゃることも事実です。私たちトレーナーが思う社会復帰っていうのは、社会とのつながりを強固にしていくことかなと思います。どうしても外に出づらいとか、何かこう障害を抱えていてハード面だったりとかのバリアがあったりとかすると思うんですけど、そのハード面でのバリアと同じくらい自分自身で考えている気持ちの面での
バリアっていうものは非常に大きいのかなと思いますので、 J ワークアウトでトレーニングをしていったりすることの身体的変化による自信の獲得ですとか、他のクライアント様と接している中で得られた影響ですとか、そういったことが心理的な変化につながっていって、それが結果的に社会復帰につながると思いますし、そういった一面を見れることがトレーナーとしては非常に嬉しいです。私にとってJワークアウトは、力を与えてくれる場所です。トレーナーはクライアント様に常にも力を与え続けないといけない立場であって、それらは当然常に意識をして取り組んでいますが、私たちがまあクライアント様に、少しでも喜んでいただけるように取り組んだ結果として、クライアント様が笑顔で返してくれたりだとか、感謝の言葉をいただくことによって、逆に私自身が力を与えられているような感じになりますし、今後もそういった方を一人でも多く増やしていって、一緒にこう笑顔になれるようにするためには、これからも真摯にクライアントさんと、向き合って、多くの笑顔あふれるスタジオにできればっていうところが思いますし、そのためには私自身が、ずっと成長し続けられるようにしないといけないなっていうところで、感じるので、結果的に自分自身が常に力を与えられている場所かなというふうに思います。